岡崎インターチェンジは愛知県岡崎市に所在する東名高速道路のインターチェンジである。高速バス停留場の岡崎バスストップを併設している。東名高速道路において東 IC は国道1号に直接接続する最西端の IC であるほか、岡崎市内のみならず高田町、安城市、西尾市、北南市、木の浦海底トンネルへアクセスするルートの起点とも、 なっている非常に重要なインターチェンジである。伊勢湾岸自動車道開通以前は東 IC で降りて、名古屋方面へ向かう車両が集中し、国道1号の東 IC から、豊明市の国道23号との接続地点まで、間で慢性的な渋滞が発生していた。その頃は、流出台数、流入台数ともに、名古屋 IC をも上回る多さで常に混雑していたが、 伊勢湾岸自動車道の開通によって分散、緩和された。下り線では東 IC の約 2km 先に、名神高速道路、新名神高速道路草津 JCT までの、東名明、名神経由、伊勢湾岸道、新名神経由双方の所要時間を知らせる電光掲示板が設置されている。東 IC より、 国道1号名古屋方面へ出た場合、愛知県道26号岡崎環状線と交差する岡崎インター西交差点では右折して豊田方面へ直接向かうことはできない。一旦、西を鎌堀方面に左折し、すぐに速道に入る道なりに進み県道26号のオーバーパスの下をくぐって U ターン後、再び岡崎インター西交差点に差し掛かるので直進すると、 トヨタ方面に向かえる。岡崎バスストップ。岡崎インターチェンジの料金所外にある。旅客案内場では、東名岡崎と称する。東名ハイウェイバスの超特急、急行便が停車する。ありがとうございます。